サー・ヘンリー・ウォルフォード・デイビスは、イギリスの作曲家。1934年から1941年には、王の音楽師範に任ぜられている。デイビスは、ウェールズとイングランドの境に位置するオズ・ウェストリに、生まれた。ジョン・ホワイトリッチ・デイビスとスーザンの間に生まれた9人の、子供のうち7番目であったが、生き残った4人の息子の中では一番年少であった。彼のミドルネームとなった、 ウォルフォードは母方の祖母の召使いの名前であった。後にデイビスはヘンリーを名乗ることを止め、一般にウォルフォード・デイビスとして知られるようになっていく。父のジョンはフルートとピアノを弾きこなして、地元の音楽界では主導的な人物であると同時に、自らの兄弟がオルガニストを務めていた、改修派協会のクライスト協会で合唱式を行っていた。 ジョンは子供たちが共に音楽に取り組めるように育てた。ヘンリー・デビッド・レズリーのオズ・エストリの合唱協会が行ったヘンデルやその他のオラトリオの公演はロンドンのミュージカル・タイムズから好意的な評価を得た。ウォルフォードの兄弟であるチャーリーとハロルドはおじからクライスト教会のオルガニスト職を受け継いで成功を収めていた。チャーリーは十一歳の時からこの職に就いていたが、 オーストラリア十五に若くして命を落とした。ハロルドもオーストラリアへ渡り、オーストラリアの大学で初めての音楽博士を取得した。彼はそれ以降はデレード大学で音楽家の教授を務めるとともに、エルダー音楽院の学長として非常に高い名声を築き上げた。最年長のトムは一家の伝統に従い、館長勤めをすることになった。 デイビスは兄弟たちと同様、手を触れることができた楽器は何でも演奏し、しばしば兄弟、いとこ、友人らと、私的なアンサンブルを楽しんだ。しかし、彼が初めて見出されたのは、歌手としてであり、一家が非国教主義をとっていたことから生じる懸念を、よそに、ウィンザーのセントジョージ・チャペルの少年生歌体へと入った。ここでの彼は、成功を収め、 12歳からは学校に通うと同時に毎週14回の礼拝で歌った。こうした経緯で彼はビクトリア朝貢期のオルガン最高の立役者であったウォルター・パラットやウィンザーの教会で主席司祭を務めていたランドル・デイビッドソンの影響下に入っていった。デイビスはパラットの下で女子として働きながら5年間修行を積んだ後、1890年に 王立音楽大学に入学して、ヒューバート・パリーやチャールズ・ビリアーズ・スタンフォードの訓当を受けた。デイビスは1895年から大移法の教員として王立音楽大学で教弁を取った。彼の門弟にはラトランド・ボートンやレオポルド・ストコフスキーがいる。この時期、彼はロンドンで多くのオルガニスト職を歴任した。双方のセントアン教会。 ハムステッドのクライスト教会、そして1898年からはテンプル教会のオルガニストに任用され、ここではストコフスキーが彼の助手を務めた。デイビスは1917年までこの職に泊まった。1918年、彼は新設されたイギリス空軍の初代音楽監督となり、これをきっかけに今日でも多くのマーチングバンドで演奏される、行進曲。 ロイヤルエアーフォースマーチパストを作曲した。1919年にデイビスはアベリスト・オイス大学の音楽科教授に就任した。その後、彼はウェールズの音楽振興に尽力し、ウェールズ国立音楽評議会の議長に就任している。1927年からはウィンザーのセント・ジョージ・チャペルのオルガニストとなった。助手のオルガニストの一人にはマルコム・ボイルがいた。 1924年、デイビスはロンドンのクレシャムカレッジで音楽家教授となった。これは公開講座を行う非常勤の職であった。1920年代以降、デイビスは講義の録音を制作していき、これによって BBC に雇われることになる。彼は音楽と一般聴衆ミュージックザ・オーディナリー・リスナーという番組名で、 クラシック音楽に関するラジオ放送を行った。これは1926年から1939年に第二次世界大戦が勃発するまで続けられ、デイビスはよく知られた人気のラジオ司会者となった。彼の著書、音楽の追求 The Pursuit of Music も同様に専門家としてではない語り口で表されている。デイビスは1922年にナイトに除された。 1934年にエドワード・エルワがこの世を去るとデイビスが王の音楽師範に任用された。彼は1941年にサマセットのリングトンで71年の生涯を閉じた。彼の遺体はブリストル大聖堂の庭に埋葬された。注釈、ありがとうございます。